とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーを釣り竿で攻略しようと思います。おそらく、めちゃくちゃ簡単だと思う。今回の難易度難しいんだけども、釣り竿があれば、余裕じゃないですか。では、行ってみましょう。こことかもう本当釣り竿を、で落とせるからね。おう、いや戦いやすい、すんごい戦いやすい。あ、違う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 なんでだよ、お前だよ欲しいのは。よし、いいんじゃない、落ちないか、もうちょっと落ちてくれればいいんだけども、そういうわけもいかねえな。こうやってね、連打します。武器が初期なんでまだ弱いんだけども、次で確かサイスがあると思う。サイスになればもう一気に強くなるからね。で、23、4回にいい感じのカトラスもあったんだよな、それも取りたい。よし、でサイスで、いきましょう。エリかな、この感じならね。エリと、まあまあまあ強打も入れていいかなっていうところ。ちょいちょいちょい、ただボールが若干ひ弱にはなるなーっていうところだな。ちょいちょい、あ、でもまあまあ余裕だわ、余裕だわ、こんだけ早く倒せればね、それは余裕です。ただ防具をね、この強化メイルから変えれてないっていうのがちょっと痛手ではあるけども、まあなんとかなるか。この回結構難しいんで、ここがクリアできれば、このね、ネックとなる強めの敵もまあまあまあ速攻倒せるんで大丈夫でしょう。あとはもうコックロス号の弾数があとどれぐらい残ってるか、もうそれだけかな。終わり。あれ、ジオマンサーいつの間に倒した。防具変えた方がいいのかな。いや、いいか。で、虚無の矢筒は取れないからね。これが多分ベストだと思うんだけどね。はい。まあ、とりあえずボスまで行ってみましょう。では、ボスですね。あ、これ影の断片もいらんか？いらんねえ。ドラだけで十分だな。おう。あー、なるほど。影の断片はいらないかも。まあ、道中ね、一応、安全のために持っててもいいだろうけども、あとあと変えても良さそうですね。んで、17階の職人は、どうする？魂のサイズね、別に上げなくても火力十分なのよ。十分。なので、コグ上げていくか。コグを上げて、まあ、雑魚戦にね、ちょっと強くしていきましょうか。まあ、もうちょっとしたらね、乱射に変えるんだけども、いいでしょう。ここも余裕じゃない？普通に行くと、タワーレースのあの群れ、あれが結構きついんだけども、大丈夫でしょう。まず最初に、ネクロマンサーをサクッとやっちゃって、で、まあ、すぐ影化でもすれば、安全じゃない？行きまーす。危ね。どっから行く？どっから行く？
あそこいいね、いいね。固まってるところでやった方がいいですね。はい、終わり。いいんじゃない、やっぱ釣り竿強いわ。で、ここだよね。影川もういらんか。でもキノコもいらないんだよな。別にいらん。いいか、もうこれでいきます。んで、ボスがどこだっけ、20何回かだったっけ、忘れた。でここも問題なく勝てるはずよ。うん、まあ、あの最初のね、7回ぐらいの亀の防具、あれが取れなかったんで、ちょっと厳しいかなと思いきや、もうなんてことない。うん、近寄ってきたやつはもうそこを倒すんで、なんてことないですね。このクリーパーでさえも速攻で倒せるんで、そんな気にすることもない。うん、 OK。 エンチャントポイント9ポイント溜まってるけども、別に何もいらんかな。うん、まあもちろんつければ強くなるだろうけど、十分だもん。はい、ボスどこだったっけ。ボスですね、21階がボスだったか。ここも余裕よ。うん、まあまあ並んで出てくるような感じなので OK。 はい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 、もう武器のパワーが全然弱くてもこのスピードよ。んで、ここのユニークはまあ防具だろうね。うん、強化メールそのまま使っていきましょう。強固です。ポーションバリアがついてるからね、強いんじゃない。カトラスどこだったっけ、そろそろと思うけど、あった、23階の報酬でカトラスですね。このカトラスがもう最高だよね。うん、衝撃波と旋風で最高で、ここはまあまあまあアイテムボーナスぐらい入れときゃいいのか。もうこれになってしまえばもう楽勝です。うん、このカトラスビームは、あ、これで耐えれるやついないでしょ、この辺では。間違いなく、おひでえ、すごい攻撃力。うん、多分もうこの釣り竿は修正されることはないね、間違いなく。あ、でカトラス自体結構強いね、やっぱカトラス自体がエンチャントの相性が良ければ強い。うん、やっぱ2回目で出るっていうことで相性抜群だもんね。終わり、いやまだか。はい、で、お、矢が出た、もしや。いや、なんか、うん、出たんだろうけど、消えた。余裕。あ、そうか。27回報酬で、影とエリクサーを変えていったらどうだろうか。うん、ちょっとは強くなるんじゃない。ちゃんと別に入れるやつがねえな。OKOKOK。うん。パワーポーションつけば相当強くならない。ここも全然前線で戦っていっていいでしょう。後ろにかかる必要ないもんね。あ、いやいや、 まずカトラスだったら全然優秀だわ。おう、強っ、余裕すぎ。え、終わり？めちゃめちゃ早い。むちゃくちゃ早い。OK。で、まあ、パワーアップしなくてもいいけど、まあ、あえてパワーアップしていきましょうか。127。ちょっと待って、衝撃波のダメージどれぐらいある？あ、3000。で、旋風が4000。いや、やば。これはやべえ。いきまーす。
おお、しかも出たし。いや、これ速攻よ。上から戦おうか。もうエンダーセントから全然いけた。いや、はい、では報酬見て終わりますね。いや、今回釣り竿はね、すっげー合う。今回すっげー合う。お、輝きさん。ということはスパイダーちょっとあるぞ。いや、やばいか。ダメです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。